はい、皆さん、こんにちは。アルジェント研究会の矢沢です。えー、今回はですね、えー、と、イベントだったりこう、新刊の告知をね、3件ほどやってみたいと思います。はい。まず1件目なんですけれども、えー、2024年のですね、4月14日の日曜日ということで、まあ、こちらにですね、えー、ホラーマニアックス15、ブルーレイ発売記念トークイベント上映というものはですね、えー、大阪のですね、シアターセブンで開かれるんですけれども、えっ、ー、と、こちらがですね、えー まあちょうど上映されるのがですね、悪魔の凶暴パニックという作品とですね、トラウマ先決の叫びというあの2本ということで、まあ、2本立てというよりも1本ずつなんですけれども、まあ、こちらがですね、えー、ちょあの無人島の浅尾範彦さんがですね、えー、主催といいますか、企画を、ね、あのやっていただいておりましてですね、まあ、その中でですね、このトラウマ先決の叫びに関してですね、まあ、トークに、まあ、ゲストとして、えー、私がですね、あのまあ、読んでいただきまして、そちらでですね、トークショーをやるというような、 予定になっています具体的に言うとですね、えー、場所がえ、えー、とシアターセブンということで大阪のですね十0層ですね13と書いて10というようなことで、まあ、大阪にお住まいの方はよくご存知だと思いますけど私の方はね逆によく分からなかったりするわけですけども、えー、と0層のですねシアターセブンですね、まあ、こちらでですね えーとちょうど開かれるということで、具体的に言うとですね、悪魔の凶暴パニックが17時からでですね、えー、トラウマ煎決の叫びが19時からですね、19時からということで、このトラウマが上映された後にですね、えー、トークショーということになって、まあ、ゲストとしてですね、あの私が登場するというような形で、まあ、約30分ぐらいになるかと思いますけれども、まあ、トラウマについてですね、 え少しですね、まあ、いろいろと裏話だったり、まあ、撮影時のエピソードだとかですね、まあ、その辺を交えてですね、お話をさせていただくという予定にしております。えっ、ー、と、なかなかね、あの楽しみなんでですね、まあ、私もこう、大阪までうが,うがわせていただいてですね、まあ、いろいろとこう、なんかこう、食事をとった後にですね、まあ、行きたいなというふうに思っていますけれどもね。 えー、そういう形で、えーと、まず4月の14日日曜日ですね、まあ、こちらがシアターセブンでのイベントということになります。はい、それがあの1点目の告知ということになります。はいでえー、と2点目の告知がですね、えー、とこちらがアルジェント研究会ということで、えー、とこちらがですねゴールデンウィークのさなかという形になりますけども、まあ、3月30日にですね、えー、トラウマ、占血の叫びについてのですねトラウマ占血の叫び徹底解析というものは、えー、3月30日にやらせていただいたんですけれども、 えと今度は5月4日ですね、ちょうどゴールデンウィークの間になります、緑の日ですかね、ということになりますけれども、5月4日の土曜日の祝日ですけれども、アルジェント研究会、まあ、こちらがですね、今度あの東京ですね、東京の江東区の亀戸駅そばのですねカメリアプラザですね、第1研修室というところで開催する予定です。えー、時間はですね、えー 結構長いんですけどね、えー、午前の10時半から午後の4時半までということで、休み時間1時間挟みますけど、えー、大体5時間ぐらいですね、5時間にわたってですね、デモンズについてお話をさせていただくというような内容になっております。まあ、こちらについてはですね、PTX というチケットの予約システムの方でですね、すでにあの募集を、あの参加予約は受け付けております。えー、定員45名なんですけど現在のところ、 えっと、約20名弱ぐらいでしょうかね、ということですのでね、あの、まあ、手一杯にはならないのかもしれませんけれどもですね、まああの、早めにご予約いただいた方がいいかなという感じですね。前、あの、去年のね、ゴールデンウィークは、ちょうどあの、ダークグラス徹底解析というのをですね、やらせていただいたんですけれども、その時はこう、 えと満席になりましたので、ちょっとゴールデンウィークでね、まあ、なんかこう、いろいろなイベントがたくさんあると思いますし、イタリア映画祭というのもある、東京でやってるんですけれども、まあ、その裏をね、行くような形でですね、一、まあ、日、えー、過ごしていただければということですね。まあ、デモンズもね、イタリア映画なので、えーね、ちょうどイタリア映画祭の時期に終合ってるのかなという感じしますよね。まああの 研究会っいうのはねごあのお越しいただいたい方はご存知だと思いますけど特に映画を全編にわたって上映するとかっていう形ではないのであの基本的には映像,映像 映像は交えますけれどもですね、基本的にはえ映画の解説ということになりますのでですね、あの事前にですね、何らかの形で DVD なり、ブルーレイでですね、デモンズを見ておいていただくと、より分かりやすいかなという形にはなるかと思います。はい、でちょうどですね、まあ、こちらのデモンズ、なぜデモンズかということなんですけれども、ちょうど7月にですね、えー、クラウドオ・シモネッティーズ・ゴブリンが来日してですね、シンクロ上映プラスこう演奏ということで、えーと、あれですかね、川崎の、えー クラブチッタ川崎でですね、えー、来日公演をやる予定ですので、まあ、ちょうどね、それに合わせて、事前にね、予習を兼ねてですね、デモンズを見ておきましょうということで、開催させていただきます。まあ、当日のね、7月の、えー、とゴブリンのね、公演というのは、まあ、デモンズに合わせてですね、クラウド・シモレッティズ・ゴブリンが演奏して、その第2部では、まあ、ヒットパレードということで、おそらくですね、サスペリアだったり、サスペリアパート2、えー、プロフォントロスですね、そしてまあゾンビだとかですね、あとはアルバムの曲とかですね、いろいろとですね、 演奏してもらえるんじゃないかなと思いますけどね。行かれる方は楽しみにしておいていただければと思いますけどね。はい。えっ、ー、と、そんな形なのが2点目ということになります。はい。そしてですね、3点目の告知なんですけれども、こちらはですね、あのま、本っていうかね、あの研究所の、えー、同人誌の、えー、なんかお知らせということになるんですけども、えー、とちょうどですね、新刊がですね、えー、出ましてですね、 えとこちらトラウマ鮮決の叫び徹底解析というのがですね3月31日にちょうど、えー、と発刊しましたので、まあ、こちらがですねあのメロンブックスさんの方で、えー、通販がねもうそろそろ始まるんではないかと思います現在予約受け付中ですので、えー、これ納品してねあの返品が済んだら、えー、発送といいますかあのなんかこう発,発売になると思いますので、えー、とこちらもねあのもし、えー、お読みいただき ける方はですね早めにこれ予約をしておいていただければと思います。ちょっとね納入冊数が初回なのでそんなに多くないので、えー、かなりの方がですねあのまあ予約を予約と言いますかご購入いただきますとまたしなぎれしなぎれになる可能性があると思いますのであのまあこうねなんですかいわゆるこう発売になったらすぐ 読みたたいいいいいとととう方はですすねぜひ予約を入れれいていただければと思います、はい、それとですねあのメロンブックスさんの方であの、まあ、トラウマ先決のトラウスス、えー、とそれが新刊ですけれどもダークグラス徹底解析というものとですねオペラ座地の喝采徹底解析というのがこれ期間でですねすで、えー、に発売されてるんですけどちょうどダークグラス徹底解析の方が、えー、もう在庫切れであのいわゆるこう品切れ状態だったんですけれども重版ということでですね新たに、えー、印刷したものをですね えーまあ、納入させていただきましたのであのこちらもですねあのまだご購入いただいてない方でですね読みたいという方は是非ですね予約を入れておいていただければと思います、えー、オペラ座地の喝采の徹底解析というのはちょっとあの在庫禁消ということで、まあ、あの在庫が少なくなってますので、まあ、こちらもあの現時点でですね少し納入をしましたので少しね在庫があの一定数満たされてると思いますけれどもまたねこれの全部在庫切れであの次の半といいますかねあの 印刷をね、あのまた書けるということになるとですね、ちょっと一定数集まらないとですね、なかなか、えー、印刷がね、あのやるのがこう大変ですので、あのできればですね、在庫のあるうちにご購入いただける方はですね、ぜひお求めいただければと思います。はい、あと、写真集のですね、トリノ・チネマの風景というのも、えーっとまあ、こちらも在庫がありますので、まあ、こちらも何ですかね、あのいわゆるこうトリノのですね、 ダリュアルジェントのロケ地を巡った探訪機みたいなね、いわゆる聖地巡礼の写真集みたいな形で、まあ、写真として楽しむというよりも、ガイドブックみたいな形でねあの読んで読、読むというか、見ていただければと思いますので、そちらも機関として発売しておりますので、合わせてご検討いただければと思います。はいえー、とそれではねあの、今回の告知なんですけど、ちょっともう一回繰り返しますね、なんかこう、えー、と4月14日日曜日ですね、えー、とこちらがですね、えー、大阪ですね、大阪の重曹のシアター7で、 えー、このトークショーといいますか、こうあ上映後のトークをに私がのゲスト出演させていただきます。えっ、ー、と、17時からのが「悪魔の共謀パニック」という作品が上映されて、17時17時えー、19 7時1時からですね、19時からが「トラウマ栓潔の叫び」のですね、えー、上映があってですね、えー、ゲストとして私が朝尾ひ彦さんと一緒に対談をさせていただくというような形になっています。特にですね、トラウマについてはね、あのー、 スクリーン上でこう上映される機会っていうのはなかなか多くないと思いますので、あのぜひですね、この機会を、えー、ご利用いただければと思います。はいえー、とそして、えー、と5月4日ですね、ゴールデンウィーク中の緑日土曜日、こちらがアルジェント研究会、えー、ということで、デモンズ徹底解析ですね。まあ、こちらは予約を受け付けております。はいえー、ということであの、まあ、こちらの有料のイベントでですね、あの参加料は2000円という形になりますけれども、えー、東京、江東、亀戸の えっと、いつもの場所ということですね。カメリアプラザのですね、5階の第一検水室というところで、えー、開催します。朝の10時半からということで、早いんですけれどもね、朝方の研究会ということで、1日使ってですね、デモンズを楽しみましょうというような会になっております。そして、えっ、ー、と、まあ、最後の告知ですけれども、メロンボックスさんの方でですね、在庫がトラウマ、潜血の叫び徹底解析がもうそろそろね、発売開始になると思いますので、えー、もしお読みいただきたい あと、オペラ座、チ、え、ロ、ー、活祭、ダークグラス徹底解析、この期間の2冊についてもですね、予約もしくは、えー、発売中ですので、えー、メロンブックスのサイトからですね、通販をご利用いただければと思います。はいえー、と今回はね、こんな形になりますけれどもね、あの3点ほど今日はお知らせをさせていただきました、はいえー。今回は以上ということになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。